昼帯バンバンバンは2009年4月3日から2010年3月26日まで毎日放送の制作により TBS 系列28局フルネットで放送されていた気候旅番組である放送時間は毎週金曜13時55分から14時55分ハイビジョン制作生きている間に見ておきたい日本をテーマに バンドウエイジと MBS アナウンサーの山中誠が毎週金曜日に全国各地の様々な場所で散歩をするという番組。キャッチフレーズは力の限り生中継。高校野球やプロ野球の投手として活躍したバンドの体力を活かして生きている間に見ておきたい日本の原風景を歩きまくる。中継先や企画の内容によっては 乗り物の上からの放送になったり、ゲストが中継に出演したりすることがある。中継では毎回、中継先のチリやグルメ、宿泊などの情報を織り交ぜながら、坂東、山中の姿を多彩なアングルで映し出す。徒歩で、山の頂上や滝などに向かう模様を放送する。場合には、二人が川や滝の水を飲んだり、坂東が、鉱物のゆで卵を食べたりする姿がそのまま。 放送されることが多い。中継に登場するアナウンサーや、中継用ケーブルの運搬などを担当するスタッフは、揃いの番組オリジナル T シャツ、赤のジャンパーを着用している。放送開始から半年間は、中継、放送上の緊急事態に備えて、後枠の情報番組、チチンプイプイと共用するスタジオから、スタジオ見届けキャスターが番組を進行。また、 放送中に、板東への応援メッセージをメールで募集した上で、同キャスターが随時メッセージを紹介していた。2009年10月2日の放送からは、番組の構成をリニューアル。原則として、全編成中継へ移行したほか、バンド、山中のパートナーとして、週替わりでゲストを中継に迎えている。 スタジオパートを廃止したため、リニューアル前に比べて、音声や映像の乱れが目立つようになったが、山中による遠い側面の進行や字幕などでフォロー。滝中継を放送する際には、道中に見られる自然、植物や名産品、宿泊地、グルメスポットを紹介する VTR を CM が開けるたびに挿入している。また、 本編の放送終了時間も14時54分に変更。エンディングから14時55分からの各曲、別番組までの間に1分の捨てぶれを挟むようになった。ちなみに季節の変わり目には MBS ギャラクシースタジオからの全編成放送として総集編を放送。バンドが中継で発した印象的な言葉をもとに、 過去の中継映像を振り返る構成になっている。番宣 CM については、放送開始当初、バンド自身が上半身裸で、日本全国から力の限り生中継する意気込みを示すバージョンだけが放送されていた。後に、過去に放送された生中継から無作為に抽出、編集した映像に、山中のナレーションと、バンド東栄ジが、 日本全国から力の限り生中継の文言を入れたバージョンも流れるようになった。2009年12月4日からは日本一の定食作りをテーマに全編事前収録のロケ企画をシリーズで放送。その前週の放送からエンディングで次週の予告映像を流すようになった。それまで登山が多かった番組の構成上、陶器に登山をすることは危険を伴うため、 出演者やスタッフの安全を考慮した上で開始された企画である。番組上では放送終了後に行われた打ち上げ会で、バンドが山登りもええけどね、僕はね、うまいもんが食べたいんやと言って開始された企画ということになっている。また、ロケ企画を放送する場合には、バンド山中が訪問先で遭遇した出来事や人物を、 エピソードインとして字幕で細かく紹介する。なお、2010年1月15日の放送では、再び生中継が実施された。また2010年3月26日の最終回でも、生中継が行われた。本番組は、チチンプイプイ金曜の中継コーナーを、全国ネットの番組として独立させたものである。出演者、進行用スタジオ。 中継先の一部が共通していることもあって、同番組からの派生番組と位置づけられる。また、上記の中継コーナーと同様に、通常はカメラで映さない中継スタッフの映像も、積極的に放送。当番組の直後に放送される、もうすぐぷいぷいでは、本番組の中継地からの映像が流れたり、チチンぷいぷいき、 金曜パーソナリティの西安氏が中継の感想を述べたりすることがある。生中継を実施した2010年1月15日には、チチンプイプイの16時頃に、山中のみの出演で、厳冬スペシャル企画金曜プチ中継として、中継の続きが放送された。なお、バンドは、チチンプイプイに金曜レギュラーとして復帰。本番組の中継企画も、同番組の金曜日で、 主に山中が単独でリポートを担当するなど、関西ローカルながら2019年現在も続けられている。本番組は TBS 制作の情報番組、昼帯の金曜14時代と位置づけられている。また、毎回、前枠番組のえなりか和樹、空ナビからステブレレスでスタート。2009年7月10日、放送分までは当番組のオープニングで、 バンドが、えなりかずきとクロストークを展開したり、空、ナビのエンディングで、当日の中継先の天気を伝えたりしていた。ただし、同月17日放送分からは、本番組で独自に制作したオープニング映像を、放送。蒸気のやりとりがなくなった。2009年7月16日まで放送されていた、昼帯、月木曜14時台は、 TBS が制作を担当するローカルセールス枠であった。しかし当番組はネットワークセールスの放送枠にあたることから上期時間帯の非ネット局でも放送を。TBS が昼帯、月木曜の放送時間を短縮した後も空ナビと共に開始当初と同じ時間帯で生放送を続けていた。 2009年10月の改編では、本番組の放送枠、時間帯をそのままに、ソラナビの放送時間を12時50分13時50分に繰り上げ。ソラナビと本番組の間に、CBC 制作の5分番組、午後ネタ。春の種 TV が放送される。当番組終了後の後番組には直前、番組であった、えなりかずき。ラナビがスライド。 この影響で、金曜日の、昼帯。本編も1時間拡大となり前、曜日とも2時間50分番組になった。バンド以外のレギュラー出演者は、MBS アナウンサー終了時点過去 MBS では、当番組の開始1週間前の14時14時55分に、TBS 系列11曲ネットで、事前番組、祝。バンバンバン来週開幕こんな中継してきました。 sp を生放送した。同番組では、バンドをおよび視聴者に対する予習を兼ねて、チチンプイプイで過去に、山中や川田などが担当してきたアナウンサー中継のダイジェストを中心に構成。同番組で長らく山登り中継のリポーターを務めた、上泉雄一も、経験者として、バンドへ、直々にアドバイスを送った。番組の後半には、 本番組と同じ日に始まる、空、ナビの内容を VTR で紹介していた。番組第1回目で訪れた天滝、当番組の開始前に、チチンプイプイ山登り中継で放送した、場所番組最終回で訪れた、不動七重の滝。ありがとうございます。